富士山駅は山梨県富士吉田市上吉田2丁目にある富士急行富士急行線の駅である。駅番号は FJ16、標高809メートル。富士吉田市の中心駅であり、市内では年間乗降客数が最も多い。沿線住民の通勤、通学のみならず、富士登山や富士山周辺の観光に利用されている。開業当時の駅名は、 富士吉田駅だった。当駅は富士信仰の面影といえる資産が周辺に多数存在し、また富士山の吉田口登山道を目指す登山者にとっての出発点となっている。こうした背景を受け、富士山の玄関口としてのイメージをさらに高めて国内外から観光客を誘致するとともに富士登山や富士山観光のターミナルステーションとしての 機能の充実を図ることなどを目的として、2011年7月1日に駅名を富士山駅に改称した。この日は2011年の富士山の山開きの日であった。なお、富士急行は富士山駅を商標登録している。左側が3番ホーム、右側が2番ホーム、東端式ホーム2面3線の地上駅。 大半の列車は、川口湖方面が2番線、大月方面が3番線を使用する。1番線は、改装、臨時列車のホームとして使用されている。ホーム油校長は1番線と2番線が4両編成、3番線が6両編対応である。このため、JR 東日本中央本線直通の5両編成以上の列車は、方面に関わらず必ず3番線に入線する。 かつては3番線のホームも4両分の長さしかなく、大月、川口小寄りの車両がホームから出てしまうため、ドアカットを実施していたが、現役名への解消と同時に行われた改良工事により延伸され、現在の姿となった。駅ビルは、旧スタという名称の6階建てのビルで1階に駅に侵入するための通路があるが、 その通路の入り口に現駅名への解消に合わせて大きな鳥居が建てられ、変額部分に駅名が書かれている。駅名解消に合わせて校内の改装工事が行われ、改札前に LCD 式の発車票が新設されたほか、駅名票も更新された。2016年度の1日平均乗降人員は1739人である。近年の年間乗車人員。 上降人員の推移は以下の通り。富士吉田市街にあり、駅ビル、旧スタの1階に乗車券窓口や改札口、待合室がある。駅の公衆トイレは、改札内と改札外の駅ビルや、バスキプ売り場にある。駅前には、バスターミナルや、タクシー乗り場がある。駅前にバスターミナルがあり、各方面に向かう高速バスや一般路線バスのほか、 周辺の観光地へ向かう周遊バスや富士スバルライン5号目行きの登山バスが発着する。バスターミナル内にはバス切符売り場があり、高速バスの乗車券や路線バスのフリーギップ、定期券が販売されている。停留所名は高速バス、一般路線バスとも富士山駅となっている。以下、突起なき限り富士急バスが運行。ありがとうございます。